どうも、エルザです。それでは、仁王2やっていきたいと思います。さあ、前回の続きということで、やっぱそうだね。こっちは、あやかし。常闇か。こっちは、鍵がかかって開かない。ここも開かない。ああ、じゃあもうこっちか。90とかやられてんだよな。君か。あれ、意外と？マジか、今のダメか。おお、うん、なんかいい感じになったでもお前じゃないと、ここの本題は。おい、おい、おい。強靭さはないからね。こいつではないと。ってことは中か。あー、君結局何なんだろうね。開くわけでもないしな。さあ、何？すまぬ、わからん。強いんだよな。多分持ってない可能性あるな。すまんね。一撃でやられるからな、間違えると。よし、すまんすまん。ただもらっていくわ。多分そんな大したものがなかったもんね、色的にね。長い弓、あー、こっちの方が野弾貫通、あー、貫通すんのか。まあいいかな。ほんとレベル低いので来てる人いるけど、ん？どこどこ？おお、いた。
にやろう。さて、回復がしづらくなるんだよね。あと一発くないでサクッとね。なんだかんだくない強いからね。あ、いたね。あー、デビルマンみてえなやつか。よし、危ない。くぅ、それきついな。じゃあちょっと燃えてもらって戻ったか。意外と当たんないんだよね。怖い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 。さて、多分あと一発なんだろうけど、強いね、やっぱね。90か。やっぱやられてるか、やっぱそういうことだよね。おいた。いたんかい。あれってことはまだいる？よし、開いた。まあ、こんなもんか。85。じゃあ、回収といきますかね。立ちこねえかな、これ。ものすごい泥仕合みたいな感じになってるけどね。やばいやばいやばい。ほい。あ、来たんじゃない？これタッチ。来たねー。ペニゴ72。もうこっちだねー。お疲れさんやね。なのでね、ここら辺強いんだけどね。レア度が。レア度がどうしてもね。90だけど2等か。で、武器がレアなのがね。
まあ、ここぐるって回れるだけかな多分ね。お、こだまちゃん。あ、そうだ、こだまの設定しなかったな。ああそういう感じね。なんかやばいね。おお、急に？あら、丸ボタン長押ししたっけ？あぶな。ふう、あぶない、あぶない、あぶない。あ、そういうことね。このアイテム取ろうとしたら、後ろだったわけね。それはちょっと、ひどいな。おお。いて。塗り壁さん。痛かった、今の。あら？多分これは、青だね。あぶなー。いい動き通してやると。サンキュー。んで？温泉ね、あー助かる。すっごい赤子やけどね、めっちゃ赤いな。には？ないか。来るかな？あら、意外と来ない。そういう感じなのね、君。大砲は撃つなって。あー、いや、切れた。来い、ネズミ。早いんだよな、ちょこまかしてて。その尻尾よこせ。めちゃくちゃ憎んでるじゃん。あの三味線引きがちょっと気になるな。あれ絶対中ボス的な感じやろ。まあ一応撃ってみるか。
あれ一発あらそんなもん。いるよね、そりゃね。まあ予想はしてたけどさ、あ、行ったね。はいはい、帰れ帰れ。結構この上の服はかっこいいね。2、3回。さあまた10万貯まったね。レベル上げれるね。はあはあはあ。でぐるーっと回ってきたわけね。で君の後ろを取らせてもらってないね。やばいやばいやばい。ここで落ちるわけにはいかないんだよね。いいな、そんな簡単にバンバン撃てるもんなの。てめえ、その動きで撃ってくるか。あの隙間うまいね。お、ろうそくゲット。さあこれで開いた。じゃあ回収するだけ回収して、絶対この奥ボスだよね、どう見てもね。我らもテランが霊石などに頼ったばかりに。さあ、守護長かな。77レベル。で炎のいいかな。で、あ、加護を受けてなかった。戦薬。まあ、こっちいいかな。ちょっとね、炙り大量に欲しいよね。とりあえず部を上げて、いきますか。全薬110か。危ない危ない。全く後ろ取れないっていうね。チクッとしたの。チクで済んだか。おお、やっぱ持ってるか。ヤタガラスか。おお。また翼か。おお。ただ対人戦？やばいやばい。それはやばそうやな。ああはあ。痛いね。おお。こうかな。
どういう動きだ。難しいな。あ、強靭性はないか。なるほどね、はいはい。飛んでる時にいかに当てれるかな気持ってきたな。いたいたいた。三発ってくる。おお。無理かな。こわ。お前すげえな。あれはチャンスだね。おお。いやー、2連で出すか。痛い痛い痛い。それは、ああよく、ああ危な。しかー、最後の最後になってきだして、そりゃなかなかやな。痛い。画面が見えます。せん。もう一回来ない。おお。やばいやばい。もういいや、使う。
よし、いやー最後の炎やめて、あーやっと退いたっていうのよ、最後の声かったな。さあ話しかけましょう。いや銃強すぎ。おい、とどめを刺さないのか。面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。あんたも逃げた方がいい。霊石のせいか厄介なのが寄りついちまってね。ここもじきに崩れる。あ、そういえば水何なんだろうね。またどこかで会いそうだ。そうか。お、鍵ありがとう。で、会話で犬と。おお、飛んでいった。かっちょいいな。てか、強すぎ。さあ、何が手に入ったか見てみますか。雑賀衆。かっこいい感じはするけど。おお、鉢巻きか。境鉄砲。まあ、買えるよね。77だもんね。これはいいね。刀か二刀欲しかったな。ああ。やべえな。しかも牛の鳴き声か。よし、行こう。いやー、半兵衛やべえなー。山下秀千代殿、これをお持ちください。陰謀。ほう、へえ、こういうのがあるんだね。私のことは気に。いやー多分、おー短いね。最近のカラスとの決着はついたようだな。でしゃばりよって。こたびはお主に功を譲ってやったまでよ。いや全然戦ってくれても、戦ってくれてよかったんだけどね。まだ何かおるようだな。ちなみについてきてくれないか。そこの青病だ。お主らの知恵袋であろう。そうそう、知恵物は貴重じゃ。大事にいたせ。そうだね。いやー、そっかー、やばいそうな感じはするけど、そういうことなんだろうな。マジか。痛い、それは痛い。大危な。ねえ、そう。ほい。老人はないからね。よし、これでオッケー。後ろ取れる？取れへんよね。83か、悪くはないけど。何やら撃たれたところが。いやいや、俺ら握玉に鉛玉なんざ。
もっと深きところ。これは何者かな。それ反米じゃねえ。いやーやばいね。もうそろそろっていう感じなんだろうね。おう。さあスライムちゃん。意外とね、前来てくれないんだよね。で、アイテムゲットして反対側か、降りるなら。そっか。はしごでわざわざ降りれないようにしてるからね。よし、行きますか。さあ、ボスレンちゃんだね。ん？でかくね？やば。あー、牛雲？牛鬼？あー、あ、明らかにあの後ろ。いやおお、綺麗に邪魔されたね。でっけえなー。どう来る？絶対あの後ろは取らないと無理そうな気はするんだよね。いた。あータイミングも合わなかった。あーしくったね。ちょっと動かして、足取りたいねー。いや痛い。よし、足の中にはまず入れたから、とりあえず削れるだけ削るか。この上で中にへばりついて、小闇はね、なかなかスタミナ回復しないからね。
まま常闇晴れんかな。いやー、ハメだハメ。もうさっきまでやられたからね。牛鬼さん、ちょっと調子乗りすぎたんじゃないかな。ほらほら、やれるもんならやってみろ。さあさあ、僕はぐるぐる回るだけでいいんでね。ほらほら、走って進めれば OK。 あれ、これこのまま終わるんじゃね、いいのかな、このまま終わっちゃう。いいか、このまま終わりそうだね。いやー、いいハメ技見つけたね。全然ひるまないし、てか常闇全く晴れないね。ライフが減っていってるからかってことだよね。痛い痛い痛い、中に入っていって、はい、来ました。お、最後顔面か。んじゃ、すまんな、ほぼはめ殺しあったけど。ペニグモめっちゃタイミングいいね。お、さあ後ろにはゲットと、まあ何喋ってるかちょっと分かんないからね。大立ち、星切りの大立ち、あー、いい。あら、意外と意外といい感じの。あ、違う違う違う。は、あー、また。さて、ま、取ったけど、さかね、うーん、まあそんなにって感じか。どこどこ、さすがにこの上じゃないでしょ。こっち、こう、あ、いた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 。落ち着いて聞いて。はいはい。半兵衛が死んだわ。あ、やっぱ死んだか。半兵衛、具合は悪そうだったけど、こんな急に。さあ、ミッション終了。京での挙兵を助成するなら、霊石も欲するままに手に入ろう。だが、闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば。
さあ、藤吉郎の動きが怪しくなってきたね。さあ、無事クリアと。随分と大物だったわね。やるじゃないということで。大変だったけどな。勇気は？ああ、下から出てくる感じなんだね。部の奥伝が出たか。はい、ということで今回ここまでとなります。まあ次回は燃え落ちる、燃え落つ炎だね。こちらやっていきたいなと思います。まあ修行場の奥伝とかはちょっと自分で個人でしとこうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃまたな。